王の間に引き出されたエルヴィンは王政幹部の前で調査兵団の有用性を説いたが受け入れられず、エレンの陰徳によって人類の存続を脅かしたとして人類憲章第6条違反により死刑が言い渡された。しかしその時、王の間に駆け込んできた兵士が重大な報告をもたらす。ウォール・ローズが巨人に突破されました。現在東区より避難住民が押し寄せてきています。ビクシー・シルにあることを委ねた。その時俺はただ見ている。選ぶのはお前だ。そして彼らだ。避難経路を確保せよ。急げ、住民の避難が最優先じゃ。ダメだ。ウォール・シーナの扉を全て閉鎖せよ。それはウォール・ローゼの住民を、人類の半数を見殺しにするとのご判断でしょうか。避難住民を受け入れれば内戦が始まるだけだ。我々は最上位の意思決定機関である。さっさと動かぬか。できません。俺はウォール・ローゼの人間だ。扉の閉鎖は阻止させてもらう。私も加勢しよう。彼らの返事は意外だったかのう、ザックレー総統。いや、ちっとも。ザックレー、これは一体。先ほどの報告は誤報です。ご安心ください。貴様、何の真似だ。首謀者ならわしじゃ。ピクシス、こんな詐欺のような真似がまかり通ると。そう、もしこれが本当に非常時であったなら、あなた方の先ほどの判断こそ人類憲章第6条違反、さらに偽りの王を立て政治を私したことを加えれば極刑に値するかと。エルヴィン、お前の勝ちだな。ナイル、人類はより険しい道を歩まざるを得なくなったぞ。